どうも、ピアキングです。今日はマリオワンダーの続き、パート3やっていきたいと思います。でね、さっき調べたんだけど、僕が動画に出してるパート1、それがステージ1、で、パート2がステージ2と思っとって、これがステージ3って思いよったんよ。そしたらまだここはステージ1みたいだね。で、ここは右と上下、どっち行けばいいんだろうな。一旦下行ってみようか。これはバッチチャレンジ。壁登りジャンプか。ってことは壁ジャンプじゃないで壁を登ることができるっていう新しいシステムだね。さあどんな感じなんでしょうか。バッチチャレンジ。ジャンプ中に壁にくっついて B を押すと一度だけ上にジャンプする。めちゃめちゃいい機能じゃん。壁はこれでジャンプ。うおーすげえ。これはもう絶対復帰できるじゃん。もう壁ジャンプと違ってこっちの方が使いやすいって思う方結構いるんじゃないかな。いや、あえてでも壁キックの方が使いやすいのかな。まあいつもマリオメーカーとか普段からマリオやってる人はね、この壁ジャンプ、壁登りか、壁登りジャンプは使いにくいなって思うかもしんないね。いやーミスった。あの10個今取れないじゃねえか。ちょっとやり直していい、これもったいない。ナイスタイミングじゃねえ。これ何回もできる。壁登りした後は壁キックになるんだ。面白い面白い。まあさっきはあの出航に取れなかったけど、そんなに難しいような感じじゃないと思うんだよな。オッケーオッケー。じゃあ次のコース行きまーす。でこの下の土管なんだろうな。これ入ると、うわー新しいステージっぽいな。一旦戻ろうか。まだやってないのあるもんね。右に行く前に今度は上に行って、うわ難しさ欲しいよ。どうしよう。 いやー右行くか、いやこっち行こうか。あのパックンなんかボス戦っぽいから最後にしたいんだよな。乗って突進獅子粉塵。コースが難しくてクリアできない時はなんちゃらかんちゃらって書いてた。これ難しいのかな。もうなんか難しそうな感じにはまだまだ見えない。でここ芋何個ある。芋は2つか。ってことは、このワンダーフラワーを使って1個でゴールで1個だね。で、これに乗っていけば、いや、乗っていけばいいのか。これゾウさんだったらさ、これ右に走っていけそうなんだけど、これ難しいの。ピンセッチくっ、難しい。なんだそれ、当たるの。くっそ、これ、なに、あ、待って、もう一回ピンセッチ。いや、こういうの待ってたよ。うわ、10コイン取らない。もう日本語も喋れてないけど10コイン取り逃した。すごく悔しいぜ。もう一回やっていけるっていう楽しみも増えたけど、このでんでん虫マジで邪魔だな。くっそ、いや10コイン。いやこれは難しいわ。ワンダーシート取れた。これ右どうやって行くの。これゾウさんで行くのかな。いや無理だね。でんぐり返しとかできると思ったけどできませんでした。うわめちゃめちゃ楽しかった今の。いや右の行き方を教えてくださいよ。じゃあなあ、結果俺今は全部集めれたもんね。さすが星4だね。本当に難しくなってきてる。急にこの難易度だもんな。でさっき10コインどこにあったっけ。先にね降りとかなきゃいけないとかそんなんだったような気がする。いけるか、いける。いやもう先に行っちゃおうか。確かこの先あったような気がする。ここよし。あと1個、あと1個が確か最後らへんにあったような気がするんだよな。ピンスイッチャー踏んでいく。いやマジでどこらへんだったかマジでわかんねえな。下らへんに、あここか。よしオッケー。みんなすごく優しい機能があることに気がつきました。これ一旦取ってやられるじゃん。そしたらもう一回取ってる風になってるっぽいんだよね。だから3つ目の10コインももう取ってるようになってると思う。確かこれだったよね。ほらほらほら。ただこの右どうやってもいけないんだよね。芋取らなかったら最後上がってくるかなと思ったけど、そういうわけじゃないっぽいよ。まあここは気にしなくてもいいでしょう。さあこの場所をクリアしたら上に行けるっていうわけじゃないのね。じゃあずっと気になってたこの場所に行こうか。さあシードを使ってパックンを倒してこの城に行けば多分中ボスがいると思うんだよな。いやすげえ楽しみ。土管ロック平原のパレス、大事なパレスを一緒に取り戻しましょう。バッチを変えるなら R を押してくださいね。うわかっこいい。この城めっちゃかっこいい。うわ何これ何これってなるよな。お前何引きんの。ずっといるよな。どこでもいるじゃんあの花。これ USJ で見たクッパ城とめちゃめちゃ似てるね。ちょっと色が違うけど、でこのクッパ城のこの背景っていうのかな、あのツタがあるじゃん、あれはパックンのツタをイメージしてんのかな。でこのペラペラはヒップドロップしたら下に行けます。横長ペラペラもあるのね。でこれはアイテム、
ゾウさん、やっぱゾウさんがね一番強いかもしんない。攻撃できるもんね。これヒップドロップしたら下がんないか。こっちは、あ、勝手に下げてくれんのね。だからあの青いフラワーがあるじゃん、あれね取ってった方がいい時もあると思うんだけど、今勝手に出なかった。え、敵がなんか勝手に、うわそれずれー、どこにいるかわかんないやつじゃん。まあまあそんくらい難しい方が面白いよ。でこのゾウさんだったらこのパネルごと、一気にすり抜けちゃうんだね。右は、右はいけない。さあ中間ポイント取って、あのワンダーフラワー何が起きるんだろう。ゾウさんどうしよう、まあ、キノコよりゾウさんの方がいいよねストックするんだったら。まあ、いやあのワンダーシード、ワンダーシードじゃない、ワンダーフラワー取っていこうか。これを取ることで何か難しくなるんじゃないかな。このボス芋何個あったっけ、ちょっと確認していい。芋1個ってことはボスを倒すともう芋がもらえるんじゃない。で紫じゃねえや、この紫の花があるじゃん、あれ取った方がいい時も絶対あると思うんだよな。取れない、よし OK。 そして10コインゲット。やっぱり取った方がいいよな。これは上に行け、あ上か。でこのまま右に進みます。うわずるいって、今何やったのか分かんなかったじゃんけ。その急に出てくるのやめろよな。これ左戻った方がいいと思うよ、絶対に10コインがやっぱりあるよな。クリボーの色がキモいどうやってだろう。これはもうゾウさんになるしかないね。ゾウになってブロックを壊す。え、これ走っていけるかな。いけるいけるOKOK。 このゾウさんだったら、2マス、突き抜けることができるんだね。突き抜けるっていうか走り抜けることができるんだね。でここも取っていこう。これ取れるかな、下がる下がる、うわそういうパターンね。でも壁キックができちゃうんですよね。さあこの下は行ったらいけない、かわいそうにハンマーブロスまであんなことされちゃって。ボスじゃない、ここでもワンダーシード手に入れることができるんだ。ボス戦ですよ皆様、どんなボス戦なんでしょうか。このゾウさんがあればこの鼻でねポポポポポポーンって簡単に倒すことができると思うんだけど、そう簡単にはいけないよな。ここ OK。 タイミングは任せて相当集中してしまったけど、でマリオって大体この辺にねアイテムがあると思ったらなかったです。ボス戦強いのかな。あ、クッパジュニアか、登場早いね。だいたいラスボス前にクッパジュニアっていうのが多い気がするけど。なんだ僕を邪魔しに来たのか、ふん、いいぞ遊んでやる。クルパルスはお父さんのワンダーパワーで満たされているんだ、誰にも負ける気がしないぞ、かかってこい。え、その状態で、え、絶対雑魚じゃんこれ、ほらほらほら弱すぎるこんなん絶対もうこの状態でいいんじゃない、これハメ技じゃん。え、カメック、カメックが出てきて変身させられ、おお強さ。え、でもゾウさんがでかくなった、何をできないこいつもう簡単だってこんなの、ゾウさん引きを無双すぎんだろこれ、ほらほらほら。でもこの状態でずっと倒せばいいだけだよな、今度反対だった、ちょっとやめろやめろ、これゾウさん聞く、腹腹いけた、ゾウ最強すぎる何も難しくない、これで倒します、もう一回いける、いやこれ一発じゃダメなのか、これ何回も踏まなきゃいけないとか何回も当てなきゃいけないっていう感じだね。いや面白い、こういうパターンもあるんだ、まさか自分がでっかくなるパターンよ。でこれはお父さんの元に帰るのかな、でしょうね、簡単にねやられてくれるわけがないと思いました。さあこれが何だったっけ、ビッグワンダーシード、あグランドシードか、 You have got グランドシード、あなたはグランドシードを手に入れることができましたそこそこ映すのかわいそうにクッパジュニア。このグランシードを何に使うかだよな。はいはいはい、グランシードを使うことによって城が元通りになるっていう感じだね。ありがとうありがとうゼマリオさん、動けないよ、早く冒険に行かして。こうしてパレスを取り戻したマリオたち、グランシードも無事に手に入れ、城と合体したクッパを追いかけていく。果たしてマリオたちはクッパの野望を食い止められるのか。行ってきまーす。多分これでねステージ1が終わりっていう感じだと思うんですよ。
僕ね、ここがステージ3とずっと思い込んでた。フロリアン王子、この先はフラワー王国の中心、フラワーショットです。さあ、クッパを追いかけましょう。だからこっからね、ステージ2が始まり、あ、やっぱそうだよ、そうだよな。さっきの土管ロック平原、土管ロック平原だけで膨大な量だな。さあ、フラワー諸島、もうね、本来だったらここで霧がいいから終わりたいんだけど、ちょっと短いと思うから、この先もまだ進んでいこうか。フロリアン王子、クッパはこっちに来たはずですが。あ、俺は。お、近いね。このクッパ城かっこいいな。これ自身がさ、クッパになってるってこと？それともクッパがこれ自身になってるってこと？白クッパ、このクモクッパ、このクモパックンがあれば誰も近づけばしまい。さあ、どんどん集まれ、ワンダーパワー。この力で超ビッグなワンダーを起こし、世界を我が輩のものにするのだ。ガッハハハハハハ。ピーチ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 。ぐ、なんと恐ろしいこと。一体どうすれば？だからグランドシードをたくさん集めて、多分クモパックンとかを追い払えってなるんじゃない？おや、これは。あー、やっぱそうだよね、そうだよね。これでどんどん取り巻きがなくなってくって感じなんじゃない？あー、読めたら読めたら。もうずっとマリオやってる僕にはね、そんくらい簡単に読めてるんですよ。だからあと何個、5、6個集めなきゃいけないっていう感じかな。クモパックンが吸い取られただと？バカな、一体何をして。忙しいな、声が声変えるのが忙しすぎて、途中でね、声変わりしてしまうかもしれないですね。今のはグランシードの力。なるほど、それならばどうかお願いです。グランシードを一緒に探してください。グランシードはフラワー王国を守ってくれるという特別な宝物です。その力でクッパを守っているクモパックンを取り去りましょう。あのクモカッパになっちゃえばクモゲーキャンに辿り着けるはずでちゅ。ヤッホー、それじゃあ行こうか。やった、ありがとうございます。軽いなマリオ。そうと決まれば北のモックモック火山を目指しましょう。頂上にあるパレスにグランドシードがあるはずです。モクモク鉱山ね、さっき火山って言ったけど、このモクモク鉱山がステージ2ってなるはずだよね。フラワー諸島はフラワー王国のど真ん中、王国の各地をぐるりとつなぐ海の道、こっから北に進むとモクモク鉱山です。フラワー諸島と各地のつながりは全体マップを見ると分かりやすいですよ。 L でコースリフトを開いた後 X を押すと全体マップが見られます。お、なんかあるね。これバッチチャレンジなんじゃない？釣り好きのポプリンの家。あ、これポプリンって言うんだ。最初らへんにね、教えてもらったと思うけど、やっぱ忘れちゃうよな。あいつのせいで魚が逃げられちゃってすいません。かわいそうにそんなにしおれてしまって。でも私がクッパを何とかすればきっと魚は戻ってきますよ。本当ですか？単純だな。嬉しくて思わず咲いちゃいました。そうだ、昔釣れたこのワンダーシードをどうぞ。ワンダーシードってワールドごとに色が違って綺麗なんですよね。どうぞ。お前が言うな。お前がオレンジ。あ、今度はオレンジなんだね、この芋。じゃがいもみたいだな。ここでワンダーシードをゲットして次に進みます。なんか片言だったな今。次に進みますみたいな。で、ここも、オープンワールドで好きなところを選べるっていう感じだね。右下はドルフィンキック。あ、バッチャレンジから行ってみようか。ドルフィンキックってことは水中でなんか早く進むみたいな。 PV でもそんな見たことあるわ。バッチチャレンジ、水中で R を押すと少しの間早く泳ぐ。コントローラーを振って操作することもできる。 R 押してみようか。うわ、これ便利。これはいいね。これ水中でめちゃめちゃ使うかもしんない。で、水中だったら十字キーとかより多分このスティックの方がやりやすいかもしんない。しかも土管も貫通できますと。面白い。これは、いや、潰されると思ったけど潰されない。バッチチャレンジはね、そんなに難しくはないような気がする。これも R 押しっぱの方がいいのかな、それとも R 連打法の方がいいのか。一回押しっぱしてみる。あ、押しっぱはダメみたいだよ。だから R 連打して追いかけなきゃいけない。押しっぱだったら途中で切れちゃうんだよな。OKOK。 ダメじゃねえよ。あの声ね、もう僕のツボなんだよな。で、これでもう終わりなんじゃない。
下に行こうか。なんかいいね、このドフルインキック。今までにないマリオね。こういう、あ、またいる。お前逃げんだって。お前味方じゃないの。それくれよ。たる、たる。うわあ、じゃね。こっちがいてよ。うわーって。で、あと10個1個あるだろ。またあのフラワー。あれ？嘘でしょ。これめちゃめちゃ早く来なきゃいけないみたいな。あ、先生じゃないんだって。僕の方が疲れてるんだって。さあ、ここからも右にいて、もう一回やり直すよ、このステージ。これは上げてくれて、ゴールのてっぺんを取らせてくれるっていうわけだね。うぜなんか腹立つな。ナイススイミングだって。10コイン1個取れてないのにさ、最後の10コイン取れるかな。あいつめちゃめちゃ速いんだよな。いや、いけるいけるいける。いや、もうすぐゴールがあるんじゃないの。たぶん、あれ違う。待て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 、それを取らせろ。見たか、これがドルフィンキック名人だ。で、バッチなんだけど、ここは水中ステージだから、ドルフィンキックつけていこうか。多分そっちの方がスムーズにいけるような気がするんだよな。デーンと飛び出るハイデンの縄張り。今度はハイデンっていう新キャラが出てきたね。名前覚えらんねえよ、たくさん出てきても。で、今度のハイデンっていうのはどんな感じだい。あんな感じかい。彼に似てんな。食べたくなっちゃうよ。今日の晩御飯、カレーの煮付けにしようかな。作れないけど。じゃあ言うなって感じなんだけど。うわ、ハイデン急に来んだよ。もうあんな急に来るやつやめてほしい。絶対に当たっちゃったよ。ここはどうやって壊せばいいの。ハイデンが壊してくれるんだね。で、この10コインを取って進んでいく。このさ、ドルフィンキック、あ、真下とかに、うわ、出たよ。ハイデン、もうそんな急に来るなって。絶対に当たっちゃうと思ってた。これ上の土管怪しくない。上の土管行こうか。あ、ちょっとスタートした。間違った。ちょっとビビっちゃってスタートしてしまいました。ごめんなさいね。さあ、ここで10コインがある。あ、これは簡単だな。これなんていうの。その香りがする。あ、そらそうだろうね。海だもん、ここ。ゾウになっていく。一旦このまま行こうか。多分ね、ハイデンにあと1回は当たるような気がするんだよね。だからゾウをなくしちゃうと、もうチビになるしかないからさ。いや、ファイヤーがあるとか。ファイヤー、ハイデン倒せないかな。一旦試してみようか。ハイデンは、この子の名前はなんて言うんだろう。このトゲの子、トゲツボ、なんかウツボみたいな感じだから、トゲツボ。このハイデン倒せる。あ、倒せんじゃん。お前、ハイデン、くっそ、潜れ。オッケーオッケー。10コインは、10コインはない。まだ1枚しか取ってないんだよな、このハテナは。え、なにこれ。あ、今度はオレンジなのね、このワンダーフラワーって。お前でかいって、もうギャル。かわいそうなことすんだって。これ右は、右行けねえんじゃねえか。え、ハイデンは、あ、下に行けっちゅうことね。さっきの花はもう助けることできないのかな、このハイデン。いや、強え、こいつ。いや、助けることできないよ。このフラワーを5つ集めていけっていう感じだね。あ、わかった。このハイデンで上の、いや、そうだよね、ハイデンで上の壁を壊させるんだ。オッケー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 。このドローインキック逆に使いにくいかもしんない。あんまり使いすぎるとさ、ここですぐ右に逃げる。使いすぎると結構操作性が悪くなるから。ここで2つ目ゲット。これは10コインは出ないか。10コインも取り逃してるような気がするな。ハイデン、ここに来て。うん、真ん中ら辺ぐらいにしておこうか。これだったらあのフラワーも取れるし。ハイデンは、来た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 。どっちも壊してくれよ。いい場所、うまいね。このね、ハイデン操るのだいぶ慣れてきたかもしんない。まだ10コイン出ないか。そろそろゴールしてしまいそうな気するけど。で、ここでも5つ目を取っていくけど、お前ちょっと魚邪魔だな。これで芋が出てきたね。1個、あ、2つか。2つ目はゴールにあると思うから、まあ、問題は10コインですよ。この10コインがまだ1枚しか取れてないっていうのがすごく気がかりなんですけどね。10コイン出ろ。うわ、出ないか。やっぱりさ、もう取り逃してると思うよ、絶対に。今何枚？2枚。最後1個、どっかねえか。はい、で、それ壊すな。よしよしよし。で、ここに乗って乗って10コイン。うわ、ないじゃん。いや、しかしストレスフリーになったもんですよ。今までさ、水中でやり直すのはめんどくせえなとか思ってたりするじゃん。結構進むの遅かったりするからさ。でも、このドルフィンキックがあることによって、マジでストレス社会の、あー、なんだこれは。いや、
これ3つ目の10コインがあるんじゃないの？絶対そうだよ。10コインと同じ色してるしさ、と思ったらあった。ああいう何もないところからブロックが生み出されることもあるんだな。10コイン取って、このピンスイッチは何？これ取ってみる。全部取ったら何かあるみたいな。いけるいける。お前マリオ頑張れ頑張れ頑張れ。あと2枚、いける。やり直し聞くかな。お願いします、やり直しを聞かせてください。めちゃめちゃ悔しい。意地でも取ってみせるよ。これは流れに逆らうこともできる。だからこっからもう左に行っちゃおうか。いやいいよいいよいいよ。そしてこっから右に、いけるか、いけ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 、取る、よっしゃー、なんもないか。じゃあ次はこのバックンをどかして、ここステージっぽいよな。多分バッチチャレンジとかいう見た目ではなさそうなんだけど、あ、なんか家これ。いやステージだね絶対に。土管の旗みたいなの立ってる。こんなんあったっけ。横取りの海岸洞窟で、僕思ってることがあるんだけど、ここってフラワー王国じゃん、キノコ王国じゃなくて。じゃあいつかさ、葉っぱ王国とかスター王国とか出てきてもおかしくないよな。あ、これは捕まれないのか。てっきり捕まれると思ったんだけど。おい、なきゃあったさ。この上は10コインがあると思ったけど、そうなんじゃねえのか。左下に10コインがあるけど、あれはどうやって取るんだろうね。まあ右に進んでって。分かったぞ分かったぞ。あの左の壁、隠し通路があるんじゃない。多分あると思うよ。ここ言うとかだったらあるんだけどね。ワンダーじゃないみたいだね。このコーラを持ってることによって速くなります。この土管の先かな。あ、そうだね。ってことはそのコースに適したバッジを持ってないと10コインが取れないっていうこともあるんだろうね、きっと。このさ、なんか泡が出てるじゃん。これは多分ね、ドルフィンキックじゃないと先に進めないと思うんだよな。まあ右に進んでいこうか。おいおい、危ねえことすんなって。そんなガラスよ、このガラス踏めんのかな。一旦踏んでみようか。水中では踏める。ちょっと水中で踏めるか試してみていい。もう襲ってこない。何が上だよ、こっちが上なんだよ。水中で踏めるのか。いや、ちょっと水中で踏めるか試したいんだけど、まあ、いつか、水中に襲ってきたら試したいと思いますよ。ドルフィンキック便利。こんな隠しブロックも叩けちゃうんだね。ここは入れる。わ、これ懐かしい。何だったっけこれ。ウニだったっけな。ウニなんとかっていう名前だったような気がする。なんかスーパーマリオワールドかなんか出てきたよね。これもドルフィンじゃないと進めないと。ここは絶対ドルフィン必須じゃん。ここは右下に行こうか。多分この子が行き道を示してくれてるとは思うんだけど、もう一回通る。え、何？最後は10コインを取らせてくれるとかそんな感じなんかな。多分そうだと思うよ。ほらほらほら、ありがとうね、10コインを取らせてくれて。で、今2枚目。早いね、ここで中間ポイントゲット。っていうかさ、やられること全然ないよね。まあ、星4のところでやられたぐらいで、その他はね、そんなに難しくない。だからね、星4のコースをいっぱいしたいんだけど、まあそれまではね、ゆるーくこのマリオやっていきたいと思いますよ。これ下からでいい？どんどん進んじゃおうか。ちょっと上戻ってみるね。これ上戻れば何かあるかもしんない。わかったわかった。あ、これ落ちるやつなんじゃない。新しい要素がどんどん出てきて面白いぜ。絶対10コインがあるってここ。ついていこう。あ、ワンダーじゃん。このワンダーは何をしてくれる。水中だったら、なるほど、このウニが暴れ出すっていうことね。いや、面白い面白い。え、走れる走れる。え、これ何、ヒップドロップしろみたいな。あー、分かった、水中と地上が逆さになってんだ。これヒップドロップできねえのかな。もうなんかヒップドロップしたらなんかありそうなんだけど、そうもできないし、まあいいや、このまま進んでってみよう。これもしかしてさ、下が水中の時にあそこでヒップドロップしろっていうことなんじゃない。そしたらなんか出ますよとか。違うかな、ちょっと考えすぎかもしんないね。で、ここで右に行きます。上と右どっちだい。上に行こうか。上に行ったら何かありそう。多分ね、10コインあると思いますよ、こっちに。いや、下か、下の方が良かったっぽいな。あとで、下の方に行こうか。これで10コインがなかったら。これ探索する場所多すぎない。これは何、多分これで終わりっていう感じなんじゃない。ここで芋ゲット。やっぱりね。で、急に下にパーンって落ちるでしょ。
綺麗な虹、すごく綺麗。でここ下行っていいの？いや待って、行っていいかこれ。行っていい？大丈夫？やられない？でも10コイン1枚取れてないんだよね。だからあれ取りたいと思います。あ、いやこれ戻れる、これは多分さっきこっちに来たんじゃないかな。ねえ、さっき上行ったけどこっちの方に来れたんじゃない？こういう近道みたいな。あーなるほど、まあいいや、10コインを探しに行こうか。この最後で会ってくれればめっちゃ簡単なんだけどね。あるか？やっぱないよな。ふ、怖かった。私、鳥ってなんだか苦手です。ハラハラしすぎて疲れたので、買い物でもして一息つきませんか？この先何でもやれ、びっくりなバッジを売っていると聞いたことがあるんです。もし新しいバッジを手に入れたら、R で私を呼んでつけてみてください。まあその前にね、ちょっと10コインマジで取りたいから取っていくわ。ごめん、みんな10コイン集まってたわ。まあいいや、ラッキーラッキーラッキー、先進んでいこうか。で、この左側が多分びっくりで買い物屋でしょ、ここ。え、なんでも屋、びっくりな商品はもう買いましたか？なんでも売っている？なんでも屋です。やばった、バッチあるじゃねえか。今度こそ SS レア出るかな。これは、びっくりブロック出現。コースにびっくりブロックが出現して足場が増えたりアイテムが手に入ったりする。これはでもバッチ、あ、これバッチか。バッチは買っていこう、どんどん。で、もう一回これ、ガチャガチャしてみるよ。何が出るんでしょうけ。もうしゃがみ系はいいよ。あ、かわいい。かわいいけど、もうちょっとさ、超レアっぽいやつないかな。あ、ここは全部泳ぎなんだ。あーなるほどね。だから次も絶対泳ぎだと思うよ。どうもご視聴ありがとうございました。